人民議会は、かつてのドイツ民主共和国の立法府。カマーはドイツ語で、部屋の意味だが、歴史的には、ドイツ革命直後のザクセン王国議会が、1919年2月から1920年11月まで、それまでの先出社ランドタグに代わって、ゼクシシャボークスカマーの故障を用いていた。1976年以降に、人民議会の議場が置かれた。 共和国宮殿1950年の第1回人民議会1989年11月13日ベルリンの壁崩壊直後の人民議会本会議ドイツ民主共和国憲法によれば人民議会は国民によって選出された最高の国家権力機関であり憲法の改正法律の制定国家評議会閣僚評議会国防評議会議長 最高裁判所の所長及び、判事、検事総長の選出、経済計画の決定などの権限を持つとされていた。また、アメリカの連邦議会や日本の国会などのように、分野別の委員会制度が導入されていた。しかし、実態は1989年の民主改善は、憲法で国家を指導するとされていたドイツ社会主義統一党の、 中央委員会政治局で決定した内容を追認する役割しか持っていなかった。議会の本会議が開催されるのは年に3、4回程度であり、法案や人事案もほとんどが満場一致の賛成で承認されていた。また、口述するように議員の選出方法も形式的なものであり、人民議会は 国民が選出した代表による民主政治という建前を示すためのものでしかなかった。なお、初期には人民議会の他に各州の代表からなる共和国参議員も存在したが、1952年以降は中央集権政策によって州が14の県に再編され、1958年には共和国参議員も廃止された。選挙は、 夏季の10回行われている。民主化された後に行われた1990年の選挙以外は国民戦線を形成する5つの政党や団体ごとに議席数が決まった統一名簿が作成され、それに賛成か反対かを問うという形式であった。このため選挙による党派の議席変動などというものは生じず常に SED が 最大勢力であるようになっていた。憲法第54条では、人民議会は国民により、自由、普通、平等、秘密の選挙において選出されると規定されていたが、実際の選挙の投票方法は、有権者が投票所に行くと投票用紙を交付される。賛成の時は何も書かずに、そのまま投票用紙を投票箱へ入れる。反対の時は、記載台まで行き、 投票用紙に印を書いてから、投票用紙を投票箱へ入れる。というものであり、反対の時だけ、記載台に行くことになるため誰が反対票を投じたのか、すぐにわかるようになっていた。また棄権すると棄権者は体制への反対派とみなされて、地位を失ったり、西ドイツの親戚を訪ねようとしても出国ビザが、発給されないなどの嫌がらせを受けた。 このため、毎回投票率は99%以上、賛成率も99%であった。なお、大都市部では、相互の監視が弱いため危険率、反対率は、やや高めであり、最も危険率、反対率が高かったのは、東ベルリンであった。1967年の第5回選挙以降は、下記の議席数に固定されていた。 それ以前も数に違いはあるが SED が最大勢力で固定されていることには変わりがない。東ベルリンは建前上はソ連占領地区であったため東ドイツの議会に直接議員を送ることができず東ベルリン市の市議会から代表を送っていたが1981年からは東ベルリンも直接選出に切り替えている。1986年から 農民総合援助団が加わり、初団体の議席数が変更された。最初期は、キリスト教民主同盟、自由民主党もある程度の力を持っていたが、SED に反対する幹部の多くは追放されて、西ドイツへ亡命したために、衛生政党となっていった。国家民主党と民主農民党は、最初から SED の肝入りで作られた政党である。政党以外の、 各団体も FDJ は SED の下部組織であり、また FDGB の会長が SED の政治局員であるなど、実質的には SED の参加にあった。最初で最後の自由選挙となった1990年、人民議会選挙後の議席。戦前の帝国議会議事堂は戦後にシベルリンに属したため、東ドイツ人民議会では使用不可能であった。 1950年から1976年までは東ベルリンミッテクの赤の視聴者近くにあるランゲンベックフィルヒョーハウスに置かれていた。1976年からは同年に竣工した共和国宮殿の小ーホールを使用するようになった。ありがとうございます。